にちは、七し人さん。今日の作戦行動を始める。獣王子参加、西洋逃亡事件特別処理行動隊、通称速記隊。また元気に任務を遂行するぞ。あおお。求人にはそんなこと書いてなかったでしょ。ってそもそも求人なんか出してないけど。眠くて死にそう。そんなに元気いっぱいなんて、ケイちゃん一体どんな妙薬を飲んだの？フォロワー数がどんどん増えてくのを見てると興奮して眠れないんだよね。私には濃いコーヒーを飲むより効くんだ。ケイちゃんはそれが本業だからね。私は全然ダメ。目を閉じた瞬間、自分と白露様がぐるぐる回ってる夢を見て、自分が出陣するより疲れちゃった。スーちゃん、日中ずっと寝てたよね。妖魔退治は夜に勤務が始まるんだから、太陽が出てる間に寝るのは合理的でしょ。あ、そうだ、私が睡魔に取り憑かれたっていう体で寝床に封じて、あと60から100時間くらい寝かせてくれない？ほら、私を獣王子に引き渡したと思ってさ。じっと静かにバイオチ仲間と戦ってるところを見る。フォフも彼女のこと知ってるの？すごい有名なんだね。え、一体誰なの？この人だよ。ほら、この投稿を見て。私の方が真面目に仕事してるじゃん。少なくともいつも通り遅刻なんて自信満々に書かないよ。師匠さん、変なところが気になるんだね。この投稿、内容がすごく変。西洋に取り憑かれていたずらされてる時の状況に似てる。もし大牧師みたいな重要な部門まで西洋に占拠されたら大変なことになっちゃう。確かに静寂に連絡して出勤しないように言わないと。